どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日はね、レイアウトエディターについて話していきたいと思います。レイアウトエディターなんですけれども、まあ、このね右の、上のボタンを押してあげるとこのレイアウトエディター起動しますよね。自分の村、要は通常村とクラン対戦用の村でね、3つずつ保存ができるんですけれども、まあ、皆さんねどのような、使い方をしているでしょうか。まあ、私はですねちょっと3つ作るの、めんどくさいっていうか結構、大変ですよね。大変なんでどのように使ってるかっていうと、私のこのベースですね、中心部に一番守りたいダークエリクサーと、まあ、その外にね、金庫が4つ、うん、そしてエリクサータンクが4つとね、一番外にエリクサータンクを置いてるんですけれども、このねエリクサータンクと金庫を、ちょっと逆にしただけのね配置を1つ作ってるんですよ。でこれどうやって使うかっていうと、今、ゴールドが168万で、エリクサーが46万ですよね。なんでこれ携帯閉じるときは、こっちにねポチッと押してあげると、まあ、金庫がねより中に来ると、うん、これをねやることによって、まあ、結構違いますよね。今はやっぱそんなに、エリクサーとゴールド差ないですけれども、やっぱね守りたいやつは中に入れた方が断然守れる気がしますね。はい、これするだけで、まあ、かなりね違うのかなという気がします。でねやっぱりねエリクサータンクと金庫を4つずつと、まあ、ダークエリクサータンク、うん、その全部9つとも全部守るっていうのはねやっぱ作り上無理だと思うので、まあ、やっぱりね、優先度、うん、その優先度っていうのを、まあ、ある程度決めなきゃいけない。でそういった時に、まあ、こうやってね、エリクサーとゴールドで入れ替えれるようにしとくと、まあ、よりねそのメリハリがつくんじゃないかなと思います。で残りの一つはねこれちょっと、まあ、ネタじゃないんですけれども、私ねちょっと今、日壁を塗ってましてですね、まあ、レゴ壁までは1つ100万だったんで、まあ、サクサク塗れたんですけれども、日壁になるとね1つ300万するんですよ。で300万って言ったらかなり貯めるの大変なので、まあねこの壁塗り専用も壁塗り集中型配置で、これ1つ1列10個壁10個になってるんで、まあ一目でね、どこまで濡れたか分かると、まあ、全然濡れないんですけれども、正月にね、1夢ブーストで一生懸命資源稼いだんですけれどもね、やっぱ今のとこ35個ですか、うん、なかなか進まないですね。やっぱ1つ300万ってなるとブースト1回につき、まあ、濡れて2個ぐらいなんでちょっと厳しいかなというところです。まあ頑張っていきます。はい、という感じでね、まあこういった、まあでもこれ気をつけないといけないのは、このまま落ちてしまったらね、もう資源がっぷり抜かれてしまうので、まあ、気をつけないといけないんですけれども、まあね、壁塗りするときは私、これをちょっと、まあ、趣味っていうか、ただの遊び心なんですけれども、まあ、使ってね、資源集めしています。ということで、まあ、今日はね、レイアウトエディターについての紹介でした。もし皆さんね、こういった使い方おすすめだよっていうのがね、あればぜひコメント欄にて教えていただけると、まあ、幸いです。では今日はこの辺で。バイバイ。